はい、皆さんこんにちは。大学院生になるシホヌです。この動画でご紹介するのは、看護師の新しい働き方の一つであるサッカーナースというものになっています。サッカーナースはイベント救護といって、コロナ禍でイベントを開催するときに感染対策とかもお手伝いしたりとか、スポーツイベントの中で怪我したりとかってすると思うんですけど、その時の救護をやります。今日のイベントはランバイクのイベントになっています。今日はここで取材をしていきたいと思います。屋外なので換気はできていますが、天気がいいので熱中症に注意が必要です。簡単にスポーツ看護師のお仕事をご紹介します。まずはケアプロ株式会社から持ってきた救護物品を確認しておきます。次に一番近いところにある AED の場所を確認しておきます。そして傷を洗浄するための水も用意しておきます。実際に手を怪我した方や打撲をした選手の救護がありました。時には担架を使うこともあります。それでは最後にランバイクの競技の様子をご覧ください。で、分岐帯がきちんとなっていて、さあ、あそこだ、誰が行く？こうしてこう。最後までご視聴ありがとうございました。スポーツ看護師に興味のある方はぜひチェックしてみてください。